皆さんこんばんは、おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでますか？本日はとうとうちょっと邪魔の方のことずっとやってきたんですけど、ちょっとこっちの方に収めれるものは収めていこうと思います。はい、コンパネです。ブラストシティです。はい、じゃあちょっとまずボタンを組み込んでいきます。でこんな感じによいしょ、こんな感じに中なってるので、まず、十字ボタンを、よいしょ、十字ボタンをこのコネクターが、このコネクターがこのコントローラーの上側に来るようにするので、こうですね、こういう形状にして入れ込みます。こうです。そして、ここに2箇所ネジ止め、ネジ穴とネジ止めがあるので、ここの2箇所で、ロックしていきます。これやね。ちょっと作業、下に棒が出てるので上に、よいしょ、上げて、このネジね、ここに大まかなやつは鉄板がついてるんですよ。これに縦長の鉄板がついてて、このように止めるやつが多いんですよね。これ鉄板なくて横につけるのはだいぶ古い型になるのかな。これはね、僕も何個かこういう感じのやつ見てきて、初めてやったんで、ちょっとこれは、ああそうなん、横型なんやっていう感じでした。片方軽く締めて、よいしょ、もう片方の穴を合わせて、よいしょ、これね、でこっちも最後締めて、きつく締めて、よし、これはねしっかり締めておいてください。はい、これで、ネジ止めができました。ことここね。はい、でちょっと表から見ると、はい、こんな感じで見慣れたこういう感じですね。こういう風な状態になると。はい、でまあ仕上げとしてはもう一個ここのボタンの、レバーカバーをかぶせて、でこのレバーボールですね、これをこっちからくるくるくるっと回している。ここが穴が開いているので、だからあのプロのゲーマーの梅原さんとかはその移動時にはこれを外してるのよね。であれを試合前とかにこうつけるのすごいかっこいい。くる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 って回すと、まあちょっとここレバーを押さえて、よし、こうやってできました。これでみんなの知ってるわ、汚れてる汚れてる。はい、この気持ちいい音になります。シュリケンシュリケンシュリケンってね、こんな感じになります。これでも潰れない、これすごい。でこれをもう一方も、一緒ですね、この端子が上ですね、上に来るようにここに設置してあげて、でネジで止めると。こうしてここで、軽く止めて、で反対側もなんか知らんけどこれだけネジちゃいますどっかでなくしたんかな、こういうのがね面白いんですよね。バラしてて、なんかその筐体の歴史みたいなんがね、こうちょっと感じれる時って、あ、なんかいろいろあったんやろな。それはセガの、まあこれでもセガの人は関わってないね、これ家庭用のやつやから、まあ誰かがなくして買ったんかなとかね、中古品の面白いところですね。はい、これでこっちもしっかりなったんで、同様に、十字カバーを入れて、でここのレバーをつまみ押さえながらボールを
くる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 っと入れてあげると、はい、これでできました。これで2本できましたね。これでこれね、こっちとでですね、次はボタンを、もうこれボタンはね入れるだけ、ちょんちょんってこっちからもうここにつまみがロックがかかるのでこう入れるでしょ、もう押すだけ、はい、簡単、終わり。これをで、実はこれを全部同じ色にしようと思ったんですよ。あ、しまった、これちょっと待って、これね、これ一個だけね、これなんか誰か溶かしてんのよ、これちょっと外す。あのね、本当はこれ当然ですけど6ボタンやから6個全部入れるんですけど、ネオジオは4ボタンなんですよね。でここに同じ色入れようと思ったけど、ここに1P 側の1コイン、こっちには 2P 側の2コインを入れて、ここはサービススイッチと、こっちはテストスイッチにしようと思ったんで、全部一色にしてると、まあいつか久しぶりにやった時忘れるかなと思ったので、ちょっとこれだけ色変えとこうと思います。コインボタンは青、わかりやすいよね。でテストスイッチを黒、こうしとくとわかりやすいね、違うボタンだよっていう感じで、うん、で買ってきました。あのね、もともとこれ買った時についてたのが色ねバラバラやったんですよ。こんな白とか青とかさすがにダサくて買いました。高かった、300円。で6個買っちゃったのよね、4個でいいのに。怖いね、お店行くと強気になって怖いですね、人はね。でもおじいさん可愛らしいよね、300円やからこれ。強気になっても300円で、しかもね現代のやつ、ちょっとほらなんか豪華なってんの、ここわかる、これ昔のやつほらちょっと豪華なってんの、この違いすごいでしょ。これクリック感はね一緒、会社が違うんかな、これどこかな、これね神殿って書いてるな、三和じゃないね、神殿って書いてある、いいやつなのかな。ほんのちょっと押しがこっちの方が重い、しっかりしてる、うんうんうん。でしかもなんかロック形式も変わってるよね、こんなんよ、ここほらこういうロックやね、ちょっと変わってるねこれ。あ、僕同じやつやと思ってた三和の、ちょこれちょっと刺してみますね、入るかな、あ入るわ、うん、ちょっと違う、こっちの方がしっかりしてる。これでもどうやって出すんかな、これ一回出してみようか、ほらここねロックが、ここでロックかかってるんですよ、これここで、これをだからこう押すんね、ここほら、でこっちも同じ、よいしょ、うん、すると出るね、こんな感じで、ここ、これがロックなってんのね。三和さんのやつはここが押すの、ここでここが押し込むタイプ、ここ、これはここが押し込むタイプ、多分こっちの方が低コストやと思う、うん、だからこっちの方がまあ作る側としては安く済むからいいよね。でもあんまり筐体には良くないと思う、うん、こっちにやっぱ三和さんの方が優しいと思う、筐体には。あ、これちゃんと僕見てなかった、これちょっと皆さん気をつけてね、神殿製ってやつみたいですねこれ、うん、押し心地はこっちの方がなんかね豪華な気がします。こっちの三和の方が柔らかい、でもみんなが親しんでるのはこっち、こっちの方がなんかね家庭用ゲーム機っぽい、うん、家庭用ゲーム機っぽいしっかりさがありますね、うんうん、まあ反応はいいんでしょうけど。でこっちこれで刺して、よし、ちょっとボタン大きく見えるかも、あ、やっぱそうや、ボタン大きいわこれ、縁ほらここ3話のやつってこんだけ隙間空いてるんですよ、ほらこっち隙間ないでしょほとんど、ほらすごい。でこっちにもこれがだからサービステスト、まあこれはどっちでもいいんですけど、でこう、はい、でこれが通コンの、よいしょ、コイン、でこれがスタート、 1P のスタートで、これが 2P のスタート、
はい、これでボタンは綺麗になりましたね。すごい綺麗で、ちゃんとこれ4ボタンっていうのもよく分かりやすいし、はい、でこれは子供でもできる。でこっからですよOK で、こっからが問題で、ここにですね、これハーネスの、これを1個ずつ全部、設置していきます。はい、こうした方が分かりやすいか。よいしょよいしょ。はい、でやっていきます。これがこっちに出力される方になります。こっち側にね。でこれがハーネスですね。でこれが、十字キーですね。十字キーはこのようにですね、この爪が手前側に来る、手前側に来るようにして刺します。つまりこういうことです。こういうことで刺します。これでちゃんと、グランドとかが合うようになっているので、こう穴が開いてるんでね、ちゃんとここで、ここにこんな感じで入ります。はい、でですね、あとは自分がこれ設定した色が何やったかっていうのをちゃんと思い出さないといけない。まずこのエメラルドが、スタートです。だから、これですね、このエメラルド、これがスタートで、これは右左どっちでもいいです。これ関係ないです。どっちがグランドでどっちが通信線っていうのはないので、これをよいしょ、こんな感じに刺したらもうこれで通電します。これで通電します。で、僕の場合は、これが、すいません、僕は青をショット1、オレンジをショット2、緑をショット3にしたので、これを見直して、これがショット1ですね。ショット1、ショット2、ショット3、ショット4なので、ショット1がここですね。ショット1がここなので、青色の線ですね、このハーネスの青色、これがショット1になりますので、あ、これちょっと浮いてる、うん、入りにくいなこれ。ここですね、ショット1、よいしょ。でグランド、こうね、グランドで、ショット2がオレンジなんで、これね、オレンジ、ショット2とグランド、なるべくね、中も綺麗にしといてください、と言いつつめっちゃ汚い。ちょっと待ってよ、これこう切ってこうやな、よいしょ。はい、でグランド、よし。で最後にショット3とグランド、こうね、これで全部3までは入りました。でこれが、まあこの辺をまだちょっと綺麗にしていくんですけどね、こうこんな感じで、まあもうこれはすごいスペースあるから。で、次は同様に、こっち側ですね、ワンコンの方も同じようなことを繰り返します。ここでちゃんとほぐしてやりましょう。で、コントローラーは、爪ですね、爪を手前側にして刺す。よいしょ、はい、カチッてまでね、奥まで刺して、そしてショット1ですね、ショット1の青色、ショット1はこっちはどこかな、ショット1はこっちから見るからこうですね、ショット1、ショット2、ショット3、ショット4ですね、ショット1、ショット1、こっちのショット1になってるね、はい、
なんかカクカクしてる。ショット1、ショット2。もうこれ完璧にやっと、まあ、ここはね、あのハンダじゃないんで、あのまあまあ、なんかあった時はね、すぐ開けて、ちょちょいのちょいと戻せるんで、まあ、あれですけど、二度手間、三度手間にね、ならんように。で、白が、グランド。こっち見ながらやったよね。ショット2がオレンジ。よいしょ。ショット2がオレンジね。オレンジで、こう刺して、よし。で、グランド刺して、白ね。白のグランド刺して、よいしょ。で、ショット3がここね。ショット3がここで、緑ですね。緑を刺して、よし。で、グランド。よいしょ。グランドの白を刺してやると。はい。これでショット3までがいけて、で、こっちにある、スタートですね。スタートとグランドを、ここに刺してやると。はい、これで OK。 これで1コンと2コンの基本的なやつはこれで完了です。まあこの辺ほんまはね、またこうバッチバチにかしめてもいいんやけども、あの締めてもいいんやけども、またちょっと操作実際してないので、ちゃんと満を持してこれで動いたら縛っていきます。でもこのままでも大丈夫やけどね。うん、しっかり皮があるんで。で最後にこれですね、ちょっとこれ独特な、なんでこれなんやろうみたいなね、ものがありますが、ショット4ですね。これにショット4とコインスイッチですね、になってます。1P のコインがこのオレンジしましま。で、ショット4が赤。ショット4が赤しま。で、青島がサービススイッチかどっちか。これ押してみんとわからん。ナムさん。よし。で、あとはそれぞれ、グランドですね。外でサイレンが鳴り響き渡ってますけど。グランド、グランドね。これがグランド。よいしょと。グランド。と、もう一本グランドどこだ、君はこっちだ、こうですね。これでグランド、はい、これで、なんかすごいことになってきたけど。でこっちも、同じことですね。でこっちはなんか色途中で変えとるので、まずお金が白黒でなってるので、これなんか付け足したんでしょうね途中で。白黒なんで、こいつだ。よいしょ。これね、緑。緑くんが白黒なんで、コインですね。これがコインなんで、ここ。コインなんで、この子。で、ショットボタンが薄青。ショットボタンが薄青くんは何になってる？これやな。薄青くんはそのままですね。なぜか知らないけど、そのままで、これがショット4。で、だからオレンジがサービススイッチか、テストスイッチか。で、残りの子たちが、グランドくんですね。で、この子、これが間違ってると、例えばここを押したときに、なんか痛恨のスタートになってたりとかするんで、まあ、まあ、その時はね、この先っぽだけちょいちょいちょいと、どう間違ってんのかを確認して入れ替えたらいいので、蒸しつまみにしてくれてるんで、すごく楽ですね。これね、蒸しつまみね。これやと、一個抜いてやるだけでええんで、すごい楽ですね。はい。これで終わり。で、この先っぽを、ここにまあ、こんな感じで出しとけば、邪魔から出てくる、線をここにつないだらゲームができると。で、今はこれぐっちゃぐちゃですけど、この辺まあ、後々綺麗に縛って、こんな感じに縛っていって、まあ、
付属のこういう縛りも使って、まあ最悪ここだけこうしとってもいいかもね。ここだけ今日はここでまとめときゃ、よいしょ、こんな感じでね、こんな感じでまとめとけばここで6かけれるんで、とりあえず出てくるところだけは綺麗、上はこんなんでもこれも閉じちゃえばもうなんでもないんだ、こんな感じで。はい、これで6かかったら、ほらここからこれで出るだけ、すんげえ綺麗。うん、これでよいしょ、こんな感じになります。はい、で、ここにはねまたインスト、何のインストしようかなって悩んでます。一応今ねネオジオのゲームを2つ買いました。はい、そのインストをここにするか、なんかまた自分でオリジナルで作ってもいいし考えてます。シンプルになりましたね、すごい綺麗になった、これで。うん、だから中はあのままでもいいかもね、これで波動拳、昇竜拳、昇竜拳、タイガー、タイガー、タイガー、アパーカートとかね、これでできます。宝物がまたできました。はい、という感じで、とりあえずまあ実際やってみるとわからないです、これ押して多分あーちゃうわちゃうわってことまた言う可能性 500% なんで、またそれはネオジオ来てから、テストしていきましょう。多分大丈夫とは思います。これを見るとさらにあの LED のボタンが大変やったかっていうのがよくわかると思います。はい、まあでもこんだけ広かったらね、多分 LED つけるのもそんなにね難しくはないと思うんですけどね。まあもう LED は前でネタやったんで、今回はこれでやろうと思います。はい、以上でした。面白かったでしょうか。でなかなかねこういうゲーム機の本当のアーケードも中身は同じです。これと同じ仕組みになってるので、こういうのまたねゲームセンター行ったらなんかこんななってるのかなっていうのを見ていただけたらと思います。この動画で初めておじいさんのことを知ったよってしたらチャンネル登録していただくと嬉しく思いますし、あ意外に勉強になったな、次ゲーセン行った時中こんなんかなって想像できるなって面白かった方は高評価いただけると次の作品への元気になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の放送でお会いしましょう。さよなら。